皆さんこんにちは。コメントは元気の源、ウプ主のザンジと、マリサ、レイム、ヨウムです。よろしく。ということで今回はいつもとは少し違った企画、楽曲当てクイズでもやってみようと思います。この動画を見てる人は難問答えられるかしらね。ルールは簡単。これから流れる音を聞いてその曲名を答えるだけ。ただし音楽は流れません。ついでに映像も流しません。音楽なし映像なしってもう真っ黒じゃねえか。そうだよ今この状況だよ。今回クイズに挑戦する皆さんにはライブ中になるタップ音のみで正解を導いてもらいます。流す部分は曲のサビ部分にします。曲によって分かりやすい分かりにくいではっきり分かれそうね。最初はタップ音のみ、2回目はヒントとして映像付き、そして最後に回答を流すので1問につき3回流します。それではまずは例題として1問やってみましょうか。はい、ということで今の例題の答えは私の心はチョココロネでした。フリックがリズムを刻んでたから大体の人はすぐに分かったわよね。ってなわけでこっからはウプ主が適当に選んだ曲が出題されるぜ。とまあ最初は比較的分かりやすい曲を持ってきました。皆さんの記憶力と想像力を活かして挑戦してみてください。それじゃあ第1問目よ。はい、ということで1問目の答えはライトビライトでした。これはもう開幕の左右交互3連打で分かった人がほとんどですよね。さすがに今回は特徴がありすぎて簡単だったぜ。それでは2問目から少しずつ難易度を上げていきます。きっちり最後まで聞いて特徴を見つけられるかがポイントよ。ということで2問目の答えは太陽曰く燃えよカオスでした。これはすぐに分かったよって人は少ないんじゃないかしら。おそらく最後の5連打のところで、ああ、はいはいはい、ってなった人が多いだろうぜ。それでは次が最終問題です。これが映像なしで分かったら私からタップ音を極めし者という称号を与えたいな。そほどいらねえぜ。それじゃあ想像力を働かせて挑戦してみてね。はい、ということで最終問題の答えはつなぐ空模様でした。簡単すぎたって？確かにスライドからのトリルが大きく特徴を捉えていたかもですね。これは最終問題で選曲をミスったなと動画撮影後に思った受け主であった。いや勝手に一人でまとめるなよ。ただこの曲も割と新しめなのでまだ馴染みが浅い人が多そうですね。アフターグロー好きの人には正解してほしい問題だったわね。ということで本日の動画はここまでです。今回はこのチャンネルで初めてクイズ動画に挑戦してみましたが、もし好評だったらまた第2弾をやってみたいと思います。楽曲はまだまだたくさんあるから曲当てクイズは幅広く問題作れそうだぜ。問題作る側も意外と楽しいものですね。今回のクイズ全問余裕で分かったよって人はぜひ高評価よろしくね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画がもしよかったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。この他にも、ガルパの動画やフリーゲーム、生放送もやっているのでこれからも見てくれたら嬉しいです。皆さんからのたくさんのコメントをお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。